古典的な定性向き分析は、無機化合物の元素素性を見出す分析科学の手法である。主に水溶液中のイオンを見つけることに焦点が当てられる。水溶液に様々な試薬を加えることにより、イオン特有の色の変化、沈殿、その他視的な化学反応を観察する。定性向き分析は、様々な試薬を通して、無機化合物の元素素性を立証しようとする分野、 または手法である。通常、価値音は6つのグループに分けられる。それぞれのグループは水溶液から分離するために使用できる主役を持つ。優位な結果を得るため、分離は以下にあるような順番で行う必要がある。先のグループのイオンは後のグループの主役と反応する可能性があり、イオンの存在が不正確になる。これは、 カチオン分析がイオンの溶解度をベースにしているからである。カチオンが沈殿に必要な濃度を得ると沈殿が起こり、これにより分析ができるのである。文献により分離の方法に若干の差異があるが、以下のスキームは一般的なものの一つである。第一属カチオンは気塩酸で不要性の塩化物を形成するものである。このカチオンの分離には濃度1から 2m の塩酸が使われる。 脳塩酸が使われないのは PEB2 が作ンを形成して溶解してしまうからである。インドの中央教育研究、訓練機関のテキストでは NH3 が大冷蔵カチオンに含まれている。ここで最も重要なカチオンは AG、HG2 に PB2 である。これらの元素の塩化物はすべて白色個体であり、色によって互いを判別することは不可能である。 PBCL2 は熱水に可用であり分離が容易である。他の2種の分離にはアンモニアが使われる。GCL はアンモニアを加えると作用 AG2 プラスを形成して溶解し、HG2CL2 ではクロロ水銀アミドと元素上水銀の黒色チンゲンとなる。さらに GCL は光で分解し紫色になる。PBCL2 は 他のニオンと比べてはるかに溶解度が高く、特に熱水に溶けやすい。そのため、HG22 と AG が十分に沈殿する濃度の塩酸では、PB2 は十分に沈殿せず残っている可能性がある。高濃度の CL は前日の理由のため使用できない。ゆえに、PB2 の第1属価値温分析後に、第2属価値温分析に用いる呂液にはこの価値音が、 相当量含まれることになる。このため、PB には、第二属カチオンにも含まれる。このグループは、キ塩酸を加えることにより沈殿させることができる。生じた、白色沈殿に水酸化アンモニウムを加え、沈殿物が溶けなければ、PB2 が存在し、溶ければ、AG が存在し、沈殿物が黒変すれば、h g 2が含まれていることがわかる。第二属カチオンには、 酸性条件で不要の硫化物を作るイオンが含まれる。第二属カチオンは CD2、バ CD イ3、CU2、アズ3、アズ5、SB3、SB5、SN2、SN4、HG2 である。なお、第一属カチオンの PB にも含まれる。S2 を提供する主役は、 主に0.2から 0.3M の硫化水素もしくは0.3から 0.6M のチオアセトアミドが使われる。硫化物イオンの試験ではキ塩酸の存在が絶対必要である。その目的は第二属カチオンが沈殿するような必要最低限の硫化物イオンを維持することである。もし、ヒ酸を使わなければ第四属カチオンが溶液に含まれていた場合それが先に沈殿してしまう。 塩酸以外の酸はほとんど使われない。硫酸では、第四属カチオンが沈殿してしまい、硝酸では硫化物イオンと反応を起こし、コロイドイオンを形成してしまうからである。これらカチオンの沈殿は、黄色の CDS を除けばすべて黒色であるため見た、目では判別できない。硫化水銀を除くすべての沈殿物は希少酸に溶ける。硫化水銀は黄水に飲み溶け、 その他からの分離に使うことができる。また、カチオンの判別には、アンモニアも便利である。カスをアンモニア水に溶かすと鮮やかな青色溶液となるが、CDS は無色の溶液になる。アズ3、アズ5、SB3、SB5、SN2、SN4 の硫化物は、黄色の硫化アンモニウム水に溶かすと多硫化物を作る。このグループは、塩の水溶液に危塩酸。 ついで硫化水素を加えて実験する。通常は第一属カチオンを検出した後に硫化水素を加える。沈殿物が赤褐色、または黒色であれば、y イ3、CU2、HG2、PB2 が存在する。黄色であれば、CD2、または SN4 が存在する。茶色であれば、必ず SN2 が存在する。赤大色であれば、 SB3 が存在することがわかる。黒色と赤葛色沈殿のイオンを判別するには、気象酸中で煮沸すればよい。沈殿物が溶けなければ、HG2 が存在する。溶ければ、CU2、HG2、PB2 が存在している、可能性がある。得られた溶液に硫酸を加え、白色沈殿が生じれば、PB2 が存在している、可能性がある。 もし沈殿が生じなければ、元の塩の溶液に過剰量の水酸化アンモニウムを加えて、新しい溶液を調整する。青色になれば、CU2 が存在し、白色沈殿が生じれば、バイ3が存在する。黄色の沈殿を分離するには、元の塩の溶液に過剰量のナオを加えて、白色沈殿を作る。その時、試験管を振り、白色沈殿が溶ければ、 SN4 が存在し、溶けなければ CD2 が存在する。第3属チオンには、塩基性条件で不要性の硫化物を作るイオンが、含まれる。使われる主役は、第2属チオンの時と同様であるが、分離は8から9の pH で実施する。pH の確保のため干渉液が用いられることがある。第3属チオンは、FE2,FE3,AL3。FE CR3 である。このグループは、塩の含まれている水溶液に塩化アルミニウムと水酸化アンモニウムを加えて沈殿させる。赤葛色の沈殿が生じれば FE3 が存在し、ゲル状の白色沈殿が生じれば AL3 が存在し、緑色の沈殿が生じれば CR3 または FE2 が存在する。 最後の2種は過剰量の水酸化ナトリウムを加えて分離する。もし沈殿が溶ければ FE2 で溶けなければ CR3 である。第4属カチオンには ZN 2 NI 2 CO 2 MN2 が含まれる。このグループは塩化アルミニウム、水酸化アンモニウム、硫化水素ガスを加えて沈殿させる。泡桃色の沈殿が生じれば MN2 が存在し。 白色沈殿が生じれば、ZN2 が存在し、黒色の沈殿が生じれば、NI2、または CO2 が存在する。元の溶液が緑色であれば、NI2 であり、そうでなければ CO2 である。第五属カチオンは水に溶けない、炭酸塩を形成するカチオンである。主役には 0.2m の炭酸アンモニウムが使われ、中性、または、 弱塩基性の pH で行われる。これまでの全てのカチオンはそのほとんどが不要性の炭酸塩を作るのであらかじめ分離しておく。第5族カチオンで最も重要なイオンは BA2、CA2 BA、SR2 CA である。分離後は炎色反応を使って容易にイオンを判別できる。バリウムは黄緑、カルシウムは赤大々、ストロンチウムは深赤色である。 丁寧にこれまでのグループを抽出した後に残ったカチオンは第6属カチオンとみなされる。重要なものは MG2LiNaKNH4 である。NH4 はネスラー主役により茶色の沈殿を生ずる。この他のイオンは炎色反応を使って判別する。リチウムはが、ナトリウムはきカリウムは紫である。マグネシウムは炎色反応を起こさない。 第一属アニオンは CO 2、CO2-3, 箱 -3,CH3COO,S2,SO23,S2O23,NO-2 2 2である。第一属アニオンのための主役は、起塩酸、または、気硫酸である。第二属アニオンは CL BR I、CL,BR,I,NO-3,CNO24 である。第二属アニオンには、濃硫酸が使われる。酸の添加後、 塩化物イオン、中化物イオン、溶化物イオンは、硝酸銀と沈殿を作る。沈殿の色はそれぞれ、白、炭鉱色、黄色である。ギーシエルはアンモニア水と、チオリュウ酸ナトリウム水溶液によく溶ける。アグーブルはアンモニア水には、少ししか溶けないが、チオリュウ酸ナトリウム水溶液にはよく溶ける。アギはアンモニア水には溶けないが、チオリュウ酸ナトリウム水溶液にはよく溶ける。 塩化物イオンは塩化クロミル試験で確認できる。塩化物を K2CR2O7 と濃硫酸とともに熱すると赤い気体の塩化クロミルが発生する。この気体をナオ水溶液に通すとクロム酸ナトリウムの黄色溶液ができる。この酸性クロム酸ナトリウム水溶液に酢酸鉛を加えると黄色沈殿が生ずる。中化物イオンと溶化物イオンは 液液抽出で確認する。周波物イオン、または溶化物イオンを含む溶液に、炭酸ナトリウムとクロロホルム、または二硫化炭素を溶液に加え攪拌する。輸送の CHCL3、または CS2 の層が茶色であれば、BR、紫色であれば、I が存在する。硝酸イオンは、フェソ4と濃硫酸で確認する。 硝酸イオン水溶液にフェソイオン水溶液を加え、試験管の内壁に沿ってゆっくりと脳硫酸を注ぐと、カチリン反応が起こる。これは、FE2 が生成したためである。周酸を脳硫酸で処理すると2酸化炭素と1酸化炭素を生ずる。発生した1酸化炭素は青い炎を出して燃える。また、周酸は、カマンガン酸カリウムを脱色し、塩化カルシウムとは、 沈殿を作る。第三属アニオンには SO24、PO34、BO33 が含まれる。これらは濃流酸とも気流酸とも反応しない。定性的な無機分析は現代では教育的用途としてしか使われていない。現在では原子急行分析法や ICPMS のような手法を使ってごく少量のサンプルから原子の存在と濃度を調べることができる。 ありがとうございます。